養老渓谷に紅葉シーズンはまだ来ないのかなと思ったら、その兆しが見えてきましたね。このもみじ色づき始めてます。動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子の和尾慎です。この動画にコメント高評価そしてチャンネル登録をお願いします。現在地なんですが、小湊鉄道の養老渓谷駅に僕はいます。前回動画では小湊鉄道の名物列車里山トロッコに乗って旅をしました。続く今回は房総半島の景勝地養老渓谷をですね、こちらの地図を活用しながら散策をしたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。では今回の旅も始めていきましょう。今回のハイキングコースはバンガロー村宝文堂跡ハイキングコースです。全長 7.6キロ、約 2.5 時間の行程を歩きます。それでは早速散策開始です。ちょうど養老渓谷駅をぐるいと迂回する形になりますね。このルートで合っているかな。養老渓谷の紅葉のシーズンが始まるのは大体11月の終わりぐらい。まだもみじも青々としています。最盛期は12月ということなので。でこちらが大江橋という橋なんだそうです。下の方に流れているのが養老川です。割と水質は綺麗ですよ。ちなみに相当年季が入っている橋みたいなんで、車1台通るだけで橋がたわみます。まあ、それもまた面白いのかなという気はしますけれども。養老渓谷に紅葉シーズンはまだ来ないのかなと思ったら、その兆しが見えてきましたね。このもみじ色づき始めてます。いやー、今年最初の紅葉をこうして見ることができてよかったです。おや、ここはどうやら池みたいですね。向こうに水鳥がいる。あれはカモかな。どうやらカモみたいですね。多分カモでしょう。ここでもこのようにもみじが色づき始めてますよ。誰もいない道に随分と入り込んでしまいました。牛の声とかそんな感じのものしか聞こえません。こ
これは白樺の木でしょうかね。うっそうと生い茂っております。初めて来た場所ですから、しっかりと場所を確認しながら進んでいきたいと思います。決して焦らないように。正しい道を歩いているつもりが全く違う大福山梅ヶ瀬ハイキングコースという全長 12.2キロ、約4時間の行程を歩いてたみたいです。地元の方に教えていただきまして、元来た道を戻って大江橋のすぐ近くにある Y 字の分岐を登っていけばバンガロー村東分堂あとハイキングコースに戻れるよということです。また10分かかってしまうんですけども、なんとか頑張って本来のルートに戻りたいと思います。ちなみに本当に紅葉を楽しみたいのであれば、大福山梅ヶ瀬ハイキングコースを選んだ方が良いという地元の方のお話でした。このまま当初の予定通りバンガロー村東分堂あとハイキングコース戻って探索を続けたいと思います。かなり時間がかかるかなと思ったんですが、意外と早くリカバリーできました。大江橋もうすぐ見えてきます。というわけで道を間違えてしまったんですが、大江橋の先にある2つの道ですね、 Y 字路に戻ってきました。本来の正しいルート、バンガロー村東分堂あとハイキングコースはこちらになります。なので大変ですけれども、この坂道を登って本来のルートの散策を続けたいと思います。